こちらはジャスパー・モリソンのデザインのテーブルになります。オークの無垢材でできていて、適度なこの厚みとですね、ここよく見るとちょっと R になってるのが、はい、特徴です。あと足もですね、まっすぐついているようで、若干ちょっとこう斜めに、外にですね、斜めについています。足もすべて多くの無垢材でできていて、ここもですね、丸くとらっています。ボーエモン沿線の J39 になります。背もたれはですね、ここで固定されていて、丸く取られていて、角がないようなデザインになっています。基本的にはすごくシンプルな構成でできていて、同じ系の前足、後ろ足と横方向の向きというシンプルな部材構成でできています。座面はペーパーコード張りになります。